するしない？日向の部屋、今回のゲストはキムテヒョンプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キムさんってプライベートなことを語ることあります、はい、なんか人に聞いてるポジションを見るんですけど。そうだね、まあやっぱり仲いい人にはそれはね話しますけど。じゃああんまり仲良くなかったから今まで知らなかったってことですか？そうだねということで今日はよろしくお願いします。あのね、掘り葉掘りいろいろ聞くタイプの女性なんですけど。あ、聞きそう。大丈夫ですか？ぐいぐい来ちゃいそう。ぐいぐい系女子は嫌い？いや、好きです。いや、絶対今間があったもん。ただカメラの前でね、どこまで話していいのか難しくないですか？あのね、働いてるじゃないですか。何年ぐらい？もう私がプロになって半年後からなんで14、5年。14、5年。はい。今のポジションはなんていうポジションなんですか？僕は今副部長ですね。副部長。はい。あの、私たちの動画でもねお世話になってるんですけど、すごいあの麻雀業界の中でもトップクラスのお店を誇るじゃないですか。そうですね。絶対に年収ですよね、副部長って。そこ、そこに持ってきたかったんですね。いや、世の中の疑問に答えるっていうのが私のポリシーですから。まあね、目そらしたよ。今日どこ見てるんですか？あっちに誰もいないよ。まあ食べていけるぐらいは。いや、何人が食べていけるかを言ってくださいよ。何人？だからそのお給料だったり年収で一人なんて余裕に決まってるじゃないですか。いや、正直4人か5人はいけますよね。いや、そんなことないです。あの、いや、日向さんの年収には負けますよ。いや、日向なんてゴムのようですよ。いや、知ってるんだよ、もう。刑事みたいなポジションなんですか？いっぱい稼ぐようになったの知ってるんだよ。え、絶対あれでしょ、はい、かなりあの、やっぱり、一人が暮らすって言ったら、じゃあすごくいい暮らしを一人ができちゃうってことですよね。まあ、人並み以上にはあるかなとは思いますけど。ありがとうございます。でもね、まだまだ、どんだけ稼いでもね、足りるって多分ないと思うんで、一生懸命。欲張りじゃないですか。身を粉にしてね、働いてますよ。はい、でその中でプロになったのはいつなんですか？プロになったのは22歳の時なんです、はい、今が、キムさんの見た目と年齢がね合ってないんですよ。私いつも思うんですけど。出たこれよく言われません？よく言われますですよね、はい、ある種年齢が不明、不詳なんですかね、なんて言うんだろう。いや結構やっぱり40代半ばとかにはね見られますよ。ますよね。実際若いんですよね、はい、実際は30半ばです、ね、なんですよね。そう、はい、そこのギャップがちょっと正直ありまして。本当に申し訳ないです。なんだろう、感覚なんですかね。なんなんだろうね。え、待ってください。同い年の麻雀プロってちょっと何人か挙げていただけると、はいはい、イメージつきやすいと思うんですけど。小倉隆史。はい、小倉さん。はい、大沢ふみな。あ、ふみにゃん。あと誰だろう。個性強いですね、みんな。有名なのだとその辺かな。そうなんだ、うんうん、でその中ではダントツに、あの、おふけてみる。そうですよね。はい、で私より年だから内川さんとかも私より年上だし、それがまたね、ちょっと面白いですよね。内川さんは同伴ですからね。まあね、男前だし、だから私の場合だからその30後半40代ぐらいの人からも下手したら年上って思われてんなってたまに感じる時あるんですよ。申し訳ない。いや、はい、逆にこっちも間違えてて申し訳ない。いや、あのこう正直なんだろうな、キャリアもすごいし、ジャム連覇の前からなんですけど、結構あの大先輩みたいな感覚で確かにねいたんですよ。プロ歴はちょっと長いかもしれないんで、年齢も結構上かなって思ってたら、あ、全然近しいと思って。あ、そうなの。私が今年31なんで。全然若いじゃん。いや、大差ないですよ。まだまだ。いや、そんなことないでしょうよ。36と30。いや、大差ないでしょう。そこまで。でも、この5年がいろいろあるよ。この5年にね、これにいろいろ。いろいろある。もう、本当ね。なかなかこれやる。劣化していくんだから。そんなことないです。体力が。プロ活動を勤めて、お忙しいとは思うんですけど、お友達だったり仲いいプロってどなたなんですか？プロで言うと谷井さんとか、あ、はい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 、清正とか、あ、はいはい、うん、よく会って話すこと多いですよ。麻雀以外でも会うんですか？むしろ麻雀以外で。ごめんなさい、何をされてるんですか？麻雀以外、
まあ、やっぱり一緒に仕事の話が多いですね。ああなんだ、はい、大人じゃないですか。はい、まあ、麻雀、むしろ麻雀の話はなんかほとんどしないんですよ。あ、しないんですか。谷井さんとも清正とも、やっぱり仕事、人をどうやって育てたらいいんだろうねとか、業界って将来どうなったらよくだろうねすごい、あの、いいポジションの大人たちがする会話ですよね。そうですね、うん、やっぱりあの2人なんかもね、やっぱりもう麻雀界でしっかり頑張ろうってやってるんで、僕もそうなんで話してて楽しいですよね。あの、そういうお仕事じゃないお付き合いのプロとかいるんですか。お仕事じゃない付き合いのプロ、仲いい方います。そんな時間ないか。そうね、やっぱり休み感あるんですか。いや本当にね、仕事どっぷりです。最近だってあの放送でもたくさん見るし、現場でも働いてるし、うん、周り仕切らなきゃいけないし。そうなの、ジャン王になってリーグ戦なくなるから暇になるのかなと思ったら、むしろ忙しいね。まあ、嬉しい日々、嬉しいんですけど、本当に嬉しいです。本当にお仕事いただいて感謝なんですけど、解説がかなり増えましたね。え、しかもめちゃくちゃ評判いいですよね。はい、いや、どうなの実際。え、どうなの、どう聞こえてます周りの声。私めちゃくちゃいい評判しか聞かないです。で、それはやっぱり僕、私の耳に届くとこではそれはいいように言うと思うんで。じゃあここ別に仲良くないんで、こっちに届くのもいいやつです。うんうん、あ、本当に、うん、あ、ありがとうございます。いやいや、仲良くないのにディスられたら、それこそもう喧嘩だよ周りめちゃくちゃいいですよ。いやいや、私の周りもそうですし、一般の方からも、うん、キムさんの解説がすごい良かったですって、私聞く場面も多いですよ。本当に、まあ、やっぱり解説はすごい大事だなって思うんで、うん、自分自身選手として打ってて解説されてたり、で自分自身何回も解説やって思ったのは、うん、もう解説一つで選手を生かすも殺すも変わるなって思うんで。ありますよね、やっぱり。でも上手いですよね。なるべくいい解説を しないとな。どのポジションで立たせても、うん、絶対そこの解説の雰囲気よくしてくれますもんね。一緒にやっててもそれはすごい感じました。何これ、すごい褒めてくれるんだ。いや、ダメな時ダメっていうタイプなんで。あ、本当に。そこは本当に、うんうん、そっか。プリンセスシンデレラ、あ、どっちだっけ、先に一緒にやったの。プリシン、プリシンデレラシンデレラかな、うん、あのそれまで解説聞いたことは何度もあったんですけど、うん、一緒にやることがなくて、うんうんうん、初めてやった時に、うん、あの怖い人なのか優しい人なのかとか全くよく正直プライベートを知らなかったので。そうだよね、怖かったんですよ、うん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 、だけどその時あの河野直也さんと3人でやって、うんうんうん、もう帰り道2人で、うんうん、キムさん最高だねって言いながら、あの街を歩いて帰ったんですよ。だからそれくらい裏表が本当になくて、褒められすぎてて、うん、いや怖い。いやでも本当にあれはね、2人で感動した記憶があって、あの時本当に感動しました、うんうんうん、ありがとうございます。本当に私の出産前でしたね、あれね。うーん、そうだね、そうですね、はいはいはい、だから今年の年明けでちょっと1、うん、2月ですね、うんうんうん、いやだからあのやっぱ解説の、あと声が聞き取りやすいです、めちゃくちゃ。それもなんか言ってくれる人いるんだけど、うん、自分だと分かんない。え、録音したやつ聞きません、あの映像とか見ません。昔は聞いてたけど。昔聞いてたですか自分の解説とかも、うん、もう最近は聞かなくなったけど、自分の声ってなんか分かんないじゃん。聞こえてる声と違いますもんね、うんうん、だから自分の声むしろ嫌いだもんね俺。だから声褒められるのはあの嬉しいありがとうございますよかった。でも、うん、そうだったんですね。そうですね。で、自分の持ち味の良さが、うん、に気づけたところですか。声嫌だったってことは、それが魅力ですか。そうだね、そうだね、うん、びっくりした。だから本当かなっていう、あんまり信じてもない、ぶっちゃけ嬉しいけど本当かなとは思ってる。え、嘘言ってるかもってことですか、周りが。ないでしょ、うん、ないかない、ない、うん、でも、ま、やっぱ麻雀界今もうどんどん業界全体良くなってて、なんかポジティブなフレーズもやっぱりお互い増えてるじゃん、うんうんうん、みんな盛り上げようって内外ともになってて、ポジティブなフレーズも多いから、なんか必要以上に褒められてるだけかなと思う。あ、でも冷静な目を持とうとしてってことですね、うん、普段から。そう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 、それもすごく大事、うん、まあ、やっぱ慢心しないようにね、うん、私自身まだまだ登る階段が山ほど上に続いてるんで、慢心してたら本当にダメだよね。いやでもなんか、うん、見た目40代なのにすごいですね、はい、謙虚。そうね、まだ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 ペーペーですよ。だってペーペー臭が違いんですよね、不思議なことにね。ちょっとだけね、なんか頂上見えてきたかなと思ったら、うん、あの思い違いだったんで。よくあるやつですね、うん、そう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 、うん、まだまだ先がね長いんで、これからの目
目標ってどういうところにありますか？そりゃあね、Mリーグがまず ね第一ですよね、うん、選手としてまあもうお金とかその立場とか抜きにしてああいう大舞台で麻雀打ちたいですよね、うん、やっぱりあのジャンオになってずっとガチンコの長期戦リーグ戦打てなくなってちょっとうずうずしてるんですよ、わかる、うん、ずっと2年間打たなかったんで、うん、やっぱりどっかの舞台で長期戦リーグ戦打ちたいなと、うん、Mリーグの舞台で自分だったらこう打ってんのかなとかはね、うん、考えますよね。それは確かにあれ、うん、考えますよね。頑張ってね、でも頑張ります、もう本当に応援してます。何でも、うん、何が何でも頑張ります、うんうん、それは発展のためにも麻雀界の、うん、本当にお願いします、うん、応援してます。休みの日とか普段は何してるんですか？麻雀のことばっかりなんですか？ずっとね、買い物好きだったんですけど、はい、ごめんなさい、一回聞いて聞きたかったんですけど、はい、どこで買ってるんですか？それみんな聞くね。で、いや、なんていうとこなんですか？内緒？言えます？あ、全然言えますよ。